どうもタックマンです皆さんお久ししぶりでででございいまますすす覚えてますでしょうかタックマンですはい、本当にお久しぶりのぶりのぶりのぶりぐらい久々ですけど直近最後出した動画からすると1年半ぐらい間が空いてしまいましたでまあ、それも結構単発で久々に出した動画だったんでコンスタントに上げてた時からするともう3年以上時間が経ってしまいました えー、当時登録してくれてた人とかよく見てくれてた人が、まあ、多分高校生が結構多くてって考えると今もう大学2年3年4年とかあるいはもう就職して社会人になってる人も結構いると思うんですよねでつい先日もたまたま大学生に会った機会があってその大学4年生の人がずっとあの見てましたみたいな声かけてくれて、えー、動画出さないでくいですかっていうふうに、えー 言ってくれてですね、あ、ま、覚えてくれてたんだと思って、すごい嬉しくなったんですけども、ようやく動画投稿をまたある程度コンスタントに再開をしようというふうに思いました。その報告動画でございます。 そもそもなんでこんな3年間もあの動画上げてなかったんやっていうちょっと理由を簡単に話しておきますと、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、まず一つは結構自分の中で2、3年かけて数々動画を出してきて自分が大学受験を通じて学んできたこととか勉強法とかやり方とか参考書おすすめとか全部出し切ったなっていうある一定のこう満足感があったっていうのがあってでさらに 自分がどん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 年を取っていって、まあ今31なんですけど、ずっと最初の方が良かったんですけど、どんどん高校生との年齢が離れていって、えー、じゃあその高校生たちに対して、いつまでも寄り添った動画がちゃんと出せるんだろうかみたいなところに、こう戸惑いを感じ始めたみたいなところも正直ありました。と、あとはもう本当に自分のことで申し訳ないんですけど、3年半ぐらい前に、 ちょうど、ま、転職というか、仕事を一旦最初、香川県の地元の放送局でアナウンサーをやってたんですけど、海外サッカーの実況がしたいっていうことで、東京に出てきて、フリーアナウンサーになって。で、その仕事が変わったことで、結構、ま、慣れるのに、時間かかったりとか大変だったりしてっていう期間が、この3年ぐらいでした。で、しかもそこに、プライベートの話であれですが、結婚して、で、子供ができて、今、その子供がですね、3歳に、 なりました。で、まあ、子育てでてね、本当に、すっごい成長させられるっていうか、で、子供をこれから幼稚園とか小学校とか上がっていったら、もう一緒に過ごせる時間ってほぼなかったりするんですね。だから、この3歳まではできるだけ家族みんなで過ごして、子供といっぱい遊んでっていう時間に使いたいなと思ってたので、こう、YouTube 活動に力をこうあまり入れられなかったっていうのが正直あります。 まあそれもだんだん落ち着いてきたのでですねこのタイミングで再開しようと思ったのとまあ自分自身今後ちょっとこうこれまでと違った感じで進めていこうかなとも思ってますまあとはいえやっぱりこのチャンネルって前から勉強法とか学ぶことみたいなことをずっとやってきてその軸は変わらずただ今までみたいに高校生受験生に特化したものじゃなくもっともっとこう大人向け 大人も含めた、まあ、勉強法とか、なんかその忙しい中でどうやって勉強の時間を作っていくかとか、効率的なこう脳の使い方だったり、なんかこう健康を維持しながらどうやって頑張っていくかみたいな、そういう方向の動画をたくさん出したいなと思ってます。なのでまあそういった知識に関してだったりとか、あとはいろんなまあ実際大人になって、 大学行き直した人とか、たまにいるじゃないですか。40歳で医学部に入り直した人とか、まさに学び直しですけど、とか、大学院に行った人とか、まあそういった人に話を聞いて、えー、いろいろこう刺激を受けるみたいな動画も出したいなと思っております。そして、あの、何よりですね、僕自身、まあさっき言った通り31歳になって、すごいなんか、衰えを感じるんですよ。やっぱ30代になったら。 あれなんか今までと違うぞみたいな。疲れが取れないなとか、もう前、10年前できてたオールとか、もう絶対カラオケオールとか聞くだけで、いやいやもう家帰って寝たいとか、<laughs> ディズニーも朝、開園から閉園までいられないみたいな、やっぱそんな感じになってくるんですよ。で、やっぱ体もそうだし、その脳の衰え。これ多分、あの、スマホとかも影響してると思うんですけど、集中力が全然持たないとか、まあ、そういうのとかもあるんですよ。で、当然記憶力がなんか良くなくなってるなとかって、 結構実感するぐらいの衰えを感じるんですね。でも最近すごい思うのがそこにむしろこう抗っていって年取っても常に最高の一番いい状態の自分を更新し続けたいみたいなそういうモチベーションが湧いてきましてでこうおじいちゃんとかになったとしてももう 歩けなくなったりとか嫌なんですよ。なんかね、お歯が抜けて食べられなくなってとか、寝たきりでみたいな過ごすと、やっぱ人生楽しくなくなるじゃないですか。っていう意味で、そこに抗いたいんですね。で、そのためにも、やっぱちょっと脳、まあ、健康もそうですけど、体もそうですけど、脳をできるだけこう鍛えたいなと。で、やっぱりそれには勉強であり、学び続けることが大事であるというふうに、私は結論付けまして、今回ですね、もう、ここ10年近く、 試験というものを全然受けてなかったんですけども、とある試験に挑戦することにしました。なので、まずその動画が、この動画の次に出る動画かなと思います。そちらは次の動画もぜひ皆さん見てください。で、あるまあ試験のを挑戦するために、まあ、勉強して、えー、仕事しながらですけど、育児しながら、家事しながらですけど、できるだけあの勉強時間取って一生懸命、えー、テストのためにですね、 えー、邁進したいなと思ってます。なんでその過程なんかもぜひぜひ楽しんでいただければなと思って動画を出す予定ですので、引き続き皆さん多分今社会人とか大学生の方こそ、 そのままあ、チャンネルを楽しんでいただけると思います。で、社会人、まあ、10年弱ぐらいですけど、過ごしてきて思ったのは、やっぱり人生ってもう学び続けるもんなんだな、というのを痛感しました。別にこう何か試験とかテストとか受けずとも仕事の中で新しいことを学んだりとか、えー、お金のことについて勉強したりとか、何かを学んで、まあ、時に実践してみたいなことが、やっぱり人生を豊かにするか貧しくするかを大きくこう決めるんじゃないかなと。 いうふうに痛感してきました。で、僕はやっぱり学び続ける人生でありたいですし、多分このチャンネルを見てくれてる方はですね、そういう豊かな人生を学ぶことで、成長することで実現したいと思っているはずですので、そういったことが伝わるチャンネルになればいいなと思ってます。で、逆に、逆に、多分皆さんが今、あの、何歳になってて、で、どういう動画を見たいかっていうのはちょっと全然僕わかんない。 ですよね。もう月日も経ってるんで。はい。なので、コメント欄に、もうすっかり大学生になりましたとか、社会人になりました。で、こういう動画見たいですとかっていうリクエストをぜひコメントしてください。皆さんの意見を反映して動画も作っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、えー、まあしばらく間空いたんで、この動画もどれくらいの人が見てくれるかっていうのは、ちょっと半信半疑ではあるんですけども、 できるだけ多くの方に楽しんでもらえるようにまた動画投稿していきたいと思いますので改めてよろしくお願いします。それでは次の動画とある僕が挑戦する試験について話しますのでそちらも見てください。では次の動画でまたお会いしましょう。バイ。